指でどんな心理テスト、どういうこと？藤坂です。今回は指でどんな心理テストっていうね、心理テストゲームやっていきたいと思うんですけど、ちょっと思ったこと、いきなり思ったこと言っていい？なんでこんな BGM いいの？別にさ、俺心理テストを受けに来たのに、なんで BGM いいって思わなきゃいけないの？別にそここだわらなくてよくない？まあこだわってることに関してはさ、いいことだと思うんだけど、メインは心理テストだから、ちょっと期待できるかもしんない。 BGM こんなに良かったら。まあひとまずね、指でドーンしたら心理テストが分かるということでやっていきたいと思います。正直俺もよく分かってません。いきましょうか。そもそも心理テストよく分かんなくてね、テスト1、うざいデブ面白いわけじゃんお前って、なんかあれみたいな感じだね、空気読みみたいな感じだね。うざいデブと、どこに座るかってことか。まあそうだな、基本的に俺真ん中とかね、空いてる時座らないから、面白い脇が面白いだから横に座ったら臭いってことか。でもうざいデブ、でもうざいのか。横に挟まれたくないから、まあ面白いわけがだったらいいかな。面白くできるから。でもうざいデブだったらさ、なんか、お前そっち座れよみたいな感じで言ってきそうだもんね。なんか、だからこっち行きます。さあ、こっちで診断していきたいと思います。なんか俺の身長ちっちゃくない？俺の身長ちっちゃくない？まあ、とりあえず診断していきましょうか。俺ね、動画内でそういうなんか下ネタとかあんま言わないようにしてるんですけど、性癖、まあ性癖まではいいでしょう。性癖まではいいでしょう。まあ内容によるけどね、内容によっては何も言いません俺は。あなたの性癖はこれ。デブの左、デブとか言っちゃダメだよね、デブとか言っちゃダメだよ。デブの左、言葉攻めされたい、どれデブと脇がないだ、奴隷を従える女王様。意味が分かんない。脇側の右、変態的な匂いフェチ。正直言うと、ね、3択あるじゃん、これ。3つあると思うんだけど、答えが全部俺違うよ。ちなみに、この中に当てはまるやつないから、まずないです。はい、おかしいです。これなんかね、ホームページに書いてあったんだけど、まあ、どれを積むかってことだよね。一番下って何がいいかな。いや、これちょっと好み分かれるよね。いや、チョコミントじゃない？大体さ、下にあるのってさ、なんかチョコミントとかさ、爽やか系のやつばっかりだよね。なんでこんな受けるの？こことかにも受けるわけでしょ？もう落ちてるっていう。とりあえずここ置いて、で、次に何食べたいかだよね。チョコミントはちょっとスッキリ系なんで、うわ、一番上はね、バニラちょっと嫌なんですよね、俺。いや、バニラは2番目で、2番手にして、チョコアイスを一番上にして、いちごアイス、最初はねさっぱりしたいんで、なんかおかしくないなんかおかしいんだよな俺のアイス。まあとりあえず死んでいきましょう。死んでいきますじゃないなんで、何、あなたのやり、まあやり方、まあいろいろあるからね、やり方っていうのは。何、ボケ防止にかなり役立つゲームですね。急にどうした、急にどうしたお前、思った以上に難しい。ランルーク、でも難しいかもしんない。何これ、はい、上から順にあなたが、オーマイパスタ。次行きましょうか俺の動画でがっつり出たら初めてだよね、こういうのって。まあとりあえずこれはなんだろうね。エビ、人魚か、人魚。そういうことか。これ男の人っぽいのかな、女の人なんか。でも人魚ってさ、貝殻つけてるイメージなんだよね。このピンクの貝殻をこうつけてるイメージ、それ以外ないよね。なんかこんな感じだと思う俺のイメージは。何これ、ヘルシアダブル W 血液を下げるのと、さっきからなんかなんだっけね、ボケ防止をとかそういうの多いよね。俺なんかボケ、なんか俺おっさんと思われてる、大丈夫かな。丸々ハートハートハート、ハートの色が分かります。何これ、何の色。これさ、俺もう動画になんないんだけど
ねえ、これ動画になんないよ俺。ねえ、こんだってさ、ホームページ見てもこんなんさ、がっつりこういうのだと思わないもん。なんかそういうの多いよね。あ、最近のこういう診断アプリって多いよね。これはなんだ？すぐそこちょっと深い、めっちゃ深いマントル。あー、これはあれだね、地層のことだね。あ、どこにあれを入れるかと。マントルはやばい。もう地球の真ん中じゃん、地球の真ん中じゃん。いやでもさ、ちょっと深いところにダイヤがあるっていうのが、めちゃめちゃ深いよりはめちゃめちゃ深いになっちゃった。マントルの近くになっちゃうから、ちょっと深いぐらいで、まあちょっと俺に優しい心が出てね、ちょうど掘ってる下あたりにねダイヤ置いときましょう。でもこのダイヤの大きさだったら、この人間どんだけちっちゃいの。もうやめて、そういうのね。さあ診断していきましょうか。今度こそは、あ、あーよかった、やっと まともなの出てきた。やっとまともなの出てきたよ本当にね。不倫にはまりやすい。不倫ってなんだっけ。不倫って結婚してるのに付き合うってことかな、他の人と。そんなんかな。あ、なんかちょっと待って。あのさ、あの動画と BGM が全然合ってないの。かわいい。え、可愛かった最後のやつだけ。あ、全部可愛いって言わないと怒られそう。さあ、ダイヤが深い位置にあればあるほどあなたは不倫にはまりやすい性格で。あー、なるほど。で、深い位置のダイヤまだ掘りたどり着いても二度と地上に戻られない。それが何うまいこと言ってんの。めちゃめちゃうまいこと言ってんじゃんこの人。ちょっとセンスあるかな。ちょっとあれ多いけどね、卑猥なの多いけど、まあ俺はちょっと深いだからそこまでってことだね。まあまあまあ、これ当てにしない方がいいですよ皆さん。これはなんだ。あー、目の形ってことか。どれにしようかな。なんかニコちゃんみたいなやつと、なんか眉毛みたいなやつと、困ったちゃんと、なんかでへーみたいなやつね。これ俺どれ選ぶんだろう。目っぽいやつがいいよね。でもニコちゃん選んじゃうかな。怖っ。なんか怖くないこれ。めっちゃ怖いんだけど、この辺に。ゴキブリじゃんこれ。あー、怒ってる顔ね。あー、はい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 、困ってるからな。え、これやばいな。これやばいな。え、俺だったらどうだろう。ちょっと怒った顔とかにしてみようかな。この下の下ら辺にして、この辺に顔あるのおかしいもんね。はい、この辺に怒った顔にしたいと思います。あなたが〇〇を目撃した時の顔です。え、なんだろう。え、何を目撃した時の顔だろう。ポチたかな。とりあえず見ていきましょうか。米津玄師さん、浮気現場を目撃したあなたはこんな顔です。怒ってるのはとても一般的です。めちゃめちゃ普通ってことじゃん俺。ふんじゃ、え、めっちゃなんか。なんで急にまともになったこの人。急にこのこの質問の人まともになったね。俺もめっちゃまともだったし。なるほどね。じゃあ、あのデヘヘみたいな顔やばかったってことか。さあ続いて見ていきましょう。これはなんだ。大丈夫か。だい紐これもうさ、落ちる寸前じゃんこれ。だって縛ってないじゃん。これはなんだ。あー、なるほどなるほど。なんかよくわかんないのいっぱいあるけど、なんかあの名台詞かなこれ。なんか聞いたことあるのは2つぐらいあるんだけど、これは、でもさ、あー落ちる、あーって感じのやつにしようか。あーっていう感じの、あー落ちるみたいな。俺ね、あのこれね、縛ってるように見えなかったからいいんじゃないかなと思って。これいや、まあ真面目に答えよう。ふざけたら意味ないからね。じゃあこれ落ちるっていう感じでいきたいと思います。〇〇字の声。え、なんだろう、〇〇字の声でしょ。米津玄師さん発見した時の声かな。もうそれしか言わないじゃん俺。毎回困ったら米津玄師さんじゃん。さあ次へ。絶対ハマる。ん、なになに、画質悪くね。あ、おーっと、なにこれ、用意しとって。あ、ちょっと楽しそうかも。なんか ASMR みたい。なにこれ、どんぐり投げ合ってんのこれ。なにこれ、これ見て、ほら、てて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 、ほらほら見て、てててててて、てててててて、てててててて、頑張って、頑張って、俺頑張って、頑張って、お、かっこいいけど。何これ。はい。まあ、そうですね。そういう感じなんですね。さっきまで真面目だと思ってたんだけどね。
うん、なんか先生が言いそうな言葉だな、俺。さっきまで、ねえ、まるまるくん、マジ目立ったんだけどね、急に不真面目になって、みたいな。もうダメですよ、こういうのは。はい。まあ、動画出すけど、あ、これもあれだね、あの、広告の、広告じゃねえや、なんかあの、表紙にあったやつだね。どうしようかな。まあ、大人っぽいんだよね。大人っぽいから、この花柄、花柄もいいんだけどさ。これなんかでかくない？この辺につけとこうか。一般的なやつだよねこれって。でも地雷系にするのもありだな。ちょっと今回地雷系俺結構好きなんで地雷系にしたいと思います。はい、行きましょう。こ、あー、よかったーよかったー。なんか恋系が多いね、そういう、なんつうんだろう、彼氏彼女カップルみたいな、そういう内容が多いね。恋人への依存度がわかります。これいいね。リボンを選んだあなた依存度 70%。おー、そこそこのメンヘラなの俺。え、ちょっと待って、俺の動画見てくれてる人の中で俺のことを、あ、この桜井さんメンヘラじゃんって思った人いるの？え、そういうこと？え、待って、俺 70% ってことはさ、結構メンヘラじゃん。メンヘラちゃんなんだね俺。そこそこのメンヘラちゃんみたいですよ皆さん。はい、当てにしない方がいいと思いますけど、これ当てにしていいかもしれない。とりあえず見ていきましょうかね。あー、これは、ん？ん？これどういうことだろうね。え、手に持ってるものっていうことかな。それとも、どういうことだろう。とりあえず、え、これは手に持ってるってこと？それがわかんないの、俺。あのね、履いてる状態のやつなのか、手に持ってる状態のものなのかわかんなくて。手に持ってんのかな、これ。ちょっと手に持たせてみます、あえてね。ちょっとね、これは履いてるのかよくわかんないから。はい、得意技、うん、まあこれは多分ダメなやつだろうね。うん、なんか反応できないの多いな。今日は俺反応できないの多いな。あ、なに、あ、えなこさんじゃないこれ、えなこさんじゃないこれ、どんなことデートする。おー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 おおほう、あー、いや今日の衣装ってこれ初めて見たんだけど。さあ、ベージュのパンツを選んだあなた、うーん、うーんってもう言いたくないよこういうの。こういうのね、なんか平気で言える人すごいと思うわ。なんで俺がねそういうこと言わないかっていうと、恥ずかしいの、わかります？恥ずかしいから言わないだけです。それは、はい、これは、あ、どこに電車で座るか、それ端っこじゃないから真ん中らへん座る必要あるかな。いやでもあれかもしんない、俺あんまり端っこすぎるのも良くないから、この辺ちょっとね、だってさ、自分まだ誰も座ってないんだから、端っこすぎなくてもいいじゃん、別にそんな窮屈にしなくていいから、人が来たら横にのけるみたいな感じで、これでいいんじゃないかな。診断しましょうか。はい、あーと、ナルトがもらえるの、何これ。AD って何なの、さっきから思うけど。リアルゴールドって意味？綴り全然ちゃうけど。あなたが何に疲れているか分かります。あ、何に疲れてるか。あ、いいね。いいね。こういうのは何だろう。端っこに寄った人は人付き合いに疲れてる。端より内側、自分に疲れている。あー、ど真ん中が遊びすぎて疲れている。それ以外が人生に疲れている。やばいな。それ以外って何？椅子に座ってないってこと？だから窓の外にいるってことでしょ？そういう意味でしょ？端っこより内側、まあ端っこよりではあるけど、人付き合いにかなり疲れてんだけど、自分にも若干疲れてるって感じか。あー、いいね。こういうの待ってた俺。もうちゃんとね、こういうの待ってたのよ。何これ？え？何これ？え、バッグの中のアリエッティってこと？何これ？バッグの中に、何これ？服部半蔵？何これ？これどういうこと？これはどういうことなんだろうね。バッチってことかな。バッチに、バッチみたいな感じかな。それだったらこの辺につけようかな。はい、あなたはどう思われて、え、めっちゃ重要これ。え、待って、これめっちゃ重要だ。だってさ、動画撮るにあたってさ、みんなにどう思われてるってことでしょ。え、待って、いくよ。はい、うーん、出川さんって思われてるってこと。俺出川さんって思われてるの俺。え、待って、みんな俺のこと出川さんだと思ってんの。はい、あなたは周りからどう思われている。真ん中、あの人協調性ないよね。端っこ、たまに変なこと言うよね。
何これ、取り手付近、ああなるほどね、がいつもパッとしないよね。俺の場合はかなり端っこなのでたまに変なこと言うよね。いやこれに関してはね、俺ね本当ですね。